皆さんこんにちは、大です。ここはですね、JR 函館駅なんですが、今回は函館線の新函館北斗を通らない普通列車森行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。北海道新幹線との乗り換え駅である新函館北斗駅は、普通列車だけでなく、特急スーパー北斗も全列車停車する駅なんですが、1日に3本だけ、新函館北斗駅を通らない藤代支線経由の普通列車が運行されているんですよね。今回はそちらに乗っていきます。では早速改札の方に移動しましょう。ということでね、函館駅の改札口までやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの青春18切符ですね。こちらを有人改札に見せて早速入っていきましょう。すいません、18切符で入りたいんですけど、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。今回乗車する函館本線新函館北斗、長万部、札幌方面、新函館北斗を通らない普通列車森行きは3番線から12時31分発ということで、3番線ホームの方に移動しましょう。ということでやってきたのは函館駅各ホームへつながる連絡通路です。でそこの扉からね、入れば3、4番線ホームの方に移動できるんですが、3、4番線ホームの扉の脇にはですね、新函館北斗駅へお越しのお客様へ、下記の列車につきましては新函館北斗駅へは参りません、新函館北斗駅へお越しのお客様は下記の列車へご乗車になりませんようご注意くださいという看板があるんですよね。でもちろん今回乗車する12時31分発藤代支線経由の普通列車森行きも表示されています。それではね、そこの扉から3、4番線ホームの方移動していきましょう。ということでね、3、4番線ホームやってまいりました。3番線ホーム側にはですね、もうすでに今回乗車する函館線新函館北斗を通らない藤代支線経由の普通列車森行きが停車中ですね。こちら JR 北海道のキハ40型気動車です。後ろの車両はね、結構混んでいるということで、それでは早速前の号車に乗車していきましょう。乗車の際ですね、足元段差があるので気をつけましょう。車内はこんな感じですね。では出発まで少し待ちましょう。現在乗車している藤代支線経由普通列車森行きっていうのは、七重大沼間で本線ではなく支線を通るんですよね。そのため新函館北斗と新山の2駅には止まらないんですよね。北海道新幹線開業前はですね、特急スーパー北斗とかもこの藤代支線を通っていたみたいなんですが、現在はね、新函館北斗に新幹線が止まる関係で、ほとんどの列車が本線を経由して新函館北斗に停車、そして五稜郭函館と止まっていくようになってるんですよね。なので藤代支線を通るのはですね、下りの3本のみなんですよね、結構レアな列車です。しかし間違って乗ってしまうと東京に帰るのが面倒くさくなるような列車でもあります。ということでね、七重に停車中です。ここから先ね、大沼まで藤代支線を通るので、新函館北斗、新山の2駅は通りません。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。大沼公園、駒ヶ岳経由、普通列車、降り切れ、地下鉄、お城田原方面は通りません。大沼はすべてのドアが開け
現在ね、藤代支線に入ったわけなんですが、新函館北斗駅はですね、ちょっと遠いんですが、あの奥のでかい建物があるところですね。ということでね、藤代支線を通って大沼までやってまいりました。七重でね、乗り換えるのを忘れて大沼まで来てしまった方はですね、今度の函館方面は1時間38分後の普通列車函館行きです。函館本線にはですね、藤代支線の他に渡島佐原方面に行く佐原支線っていうのがあるんですよね。それが今分岐した線路です。道南エリアの函館本線っていうのは、七重大沼間の藤代支線、そして大沼森間の佐原支線、2本の支線がある関係で8の字型になっているんですよね。で、藤代支線を走る3本の列車のうち、今回乗車している普通列車森行きとこの後の普通列車長万部行きは、大沼からは大沼公園駒ヶ岳を止まる本線経由の列車なんですよね。しかし函館を5時31分に出る普通列車森行きっていうのは、七重から藤代支線に入り、大沼からは佐原支線に入るという普通列車なんですよね。ということでね、終点森までやってまいりました。
函館線新函館北斗を通らない普通列車森行きに乗ってきた動画いかがだったでしょうか。皆さんもね、函館から新函館北斗に行く際、間違えて藤代支線経由の列車に乗らないようにしてくださいね。もし間違えて藤代支線経由の列車乗ってしまったら、大沼駅で1時間以上待つことを覚悟してください。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。